おはようございます。今日は9月16日でございます。昨日ね、バイの方から一転セルの方にまあ方針を変えたわけですけども、いや、おかげさんでね、引き続き利益がどんどん取れてますね。やっぱこういうふうに今まで立てた戦略と全く逆の方向に動いたら、すぐにね、考えを変えた方がいいですよね。というのが、当初立てた計画を初志貫徹していいことは全くないんですよ。あ、判断間違えたな、よし、ロスカットして入り直そう、この連続ですからね。まあだから利益を積んでいけるわけなんですよ。せっかく利益を出しても頑固になってね、最初に立てた目算をそのまま通そうと思うと、どっちかっていうと考え方としては相場がおかしいっていうふうにね、考えるようになると思うんですよ。私たちはあくまでも相場に合わせてエントリーをしたり、ロスカットをしたり、利確をするわけですからね。この相場の流れに波に乗るようにね、サーフィンのように乗っていくことによって、私たちは泳ぎ切ることができるんだと思います。それでは今日の利益を計算していきますね。こちらの画面どうぞ。レンジが入るって言ったでしょ。まずはここ上底があって、下底がこうあって、下の方に行ったけども、でもレンジがこういう風に入ったよっていう風にお話しましたよね。だからそのレンジのまんまにこれからも進んでいくって考えたらいいと思うんですよ。もともとそのレンジの幅っていうのはこのぐらいを取っていたんですけどもね、広がっていって収束するときに、この真ん中の小さな箱に入れ直したっていうところです。まあ、この戦略が未だに生きているってことですよね。で、横ばいに入りますよって言った横ばいがずーっと続いてるでしょ、うん、あくまでも移動平均線なんで、平均の値が横ばいってことで、細かく時間を見るとね、上下に大きく触れているのがわかると思います。こういうふうにね。で、4時間の方を見ると、これか。4時間の方を見ると、このようになってます。黄色で枠を作りましたよね。だから、ここを割って下に行ったら、やっぱりセルで入って、ここを割って下に行ったら、さらにセルで入って、で、昨日もお話しましたけども、もう一個あるゾーンを割ったら、一旦ここで止まったんですけどもね。止まったんで様子を見るってとこだったんですけども、下の方に突き抜けたんで、やっぱりここでセルに入るってことで、何回も取れてるってことですよね。で、このヒゲですよね。大きく109円を割るようなところまで行ったんですけども、ヒゲ戻しがあって、一応ね、ここで、利確をして、今ポジションがない状態に入りました。この流れ分かりますかね。で、最後1時間なんですけども、見事ここで止まったなと思って、エントリーのね、様子を見ていたわけですけども、こういうふうに上昇トレンドが作られるかなと思ったら、上昇トレンドができずに、バイの方で一旦エントリーしたんですけども、そうじゃなかったんで、ここでセルに入って、ここまで一旦、利確をしました。そしてここをね、改めて上に振りをつけて下の方にズバッと行きましたんで、ここを越えた時にいつものパターンですけども、セルで入ってヒゲで戻った時に利確をして離脱ということでございます。今回も大きな利益が取れました。ですので、これからですね、この下に今箱を書きましたけども、109円の615から109円の135、この間でレンジを引いて、売り買いを繰り返すことになると思います。もしかしたら108円台に行くかもしれないですね、これはね。はい。よろしいでしょうかね。今回は、バイに入ったけども、バイで入ったんだけども、逆にセルの方に叩き落とされたので、自分の考え方をセルに合わせてですね、それからセルを追い続けて、ここまで利益が取れたってことです。もう一発のセルを追うために、先ほどのね、109円の135、これをもう一回割るようでしたら、もう一回セルでエントリーしようかなというところでございますね。とりあえずね、当面倍で入る予定はありません。もし倍で入るとしたら、109円の615を超えて上の方に行った時に、検討をするってことになりますかね。本日は以上です。